こんにちは。学校教師学部保健体育選手の鈴木です。これから本学部の紹介を始めます。学校教師学部は、全寮制の生活、学習によって豊かな人間性と確かな指導力を持った一流の教師を養成する学部です。入学した学生全員が学校教師を目指します。取得できる免許状は、 国語社会数学理科保健体育英語の中学校と高校の一種免許状また希望をすれば小学校の一種免許状も取得することができますので小中高すべての免許状をもって卒業ができることになりますすでに小中一貫校の制度が始まっていますので 小中高すべての免許状を持っていることはこれから教員を目指す方にとってはとても有効的なことになると思います次に教員採用試験の結果を見ていきます教員になるには免許状を取得するとともに各自治体が実施する教員採用試験に合格する必要があります国公立大学の教員養成学部の合格率を見ていきます 正規採用率が43.7%教員就職率が59.0%ということで教員就職率というのは学校には正規教員だけでなく常勤や非常勤の講師といった先生がいるのはご存知かと思いますがこの講師という先生も含めて教員になった学生の割合を教員就職率で表しています。 それに対して本学部は正規採用率が61.6%教員就職率が86.7%ということで高いとてても高いい割合が出ています。こちら正規合格率というのは正規採用率61.6%は合格した学生がの中でも辞退する学生がいるのでそれを除いた学生が 割合がが採用率になっているんですが実際に合格した割合はさらに高いといいう数字が出ていますこちら2021年3月となっているんですが国公率の採用率就職率が2021年のものになってますのでそれに合わせてこちらも2021年3月のもので出しています。 ではなぜ学校教師学部がこうした高い就職率を維持できているかというと大学4年間で教員に必要な資質能力を身につけているからです教員に必要な資質能力とは何か各自治体の教育委員会がまとめた求める教師像をまとめてみますこちらの4点にまとめます こうした資質能力を身につけることが学校教師になるためには求められています。求められる資質能力をどのように身につけるか、本学部では以下の四点掲げています。一つ目、教育に対する情熱使命感を持つ教師。これは今皆さんが持っている教師になりたいという意志を曲げないことです。全寮制の生活は 規則や制限もあり、自分、自宅での生活に比べれば、不自由に感じることがあるかもしれません。こうした生活を送ってでも、教師になりたいという強い意志が大切になります。二つ目、豊かな人間性、社会性のある教師。こちらは、全寮制の生活を通して身につけます。コミュニケーション能力は、座学のみで身につけることは、とても難しいことになりますので。 集団生活やルールの約束事を守るということで人間性社会性を身につけていきます3つ目確かな専門的知識を持つ教師こちらは日中での授業に加え夜間学習で身につけます12年時には専門的な知識を充実させ3年時には教員採用試験の対策も行っていきます4つ目 実践的指導力のある教師こちらは一年次からの現場研修で身につけます近隣の小中高校で週に一回現場研修を積み学校現場で必要な力を身につけていきますその他にも独自の教育システムがあり教員就職率とともに全国の高校はもちろん大学からも注目されている大学になります 入学し、教師になりたいという夢を諦めず努力をする意思があれば必ず4年後に学校教師になれるようすべての大学教職員がサポートすることを約束して学校教師学部の紹介を終わります。ありがとうございました。